わざわざ呼び出したりして。あんたにな、ちょっと話したいことがあるんや。あのな、そのあんた今付き合うてる人おるん？ほんま？ごめんな、変なこと言うて。おかしいかな、やっぱり。うちがこんなこと聞くなんて。うちもな、こんなこと言うの、ほんまは苦手なんや。今、めっちゃ緊張してるわ。でも、どうしても、あんたに聞いてほしいんや。うちな、あんたのこと、ただの遊び友達やって、ずっと思ってたんや。あんたとは結構気が合うたし、一緒におるとめっちゃ楽しかったけど、特別意識したことなんてなかったんや。でもな、もうすぐ卒業やって思うたら、うちなんでかわからへんけど、あんたのことを真っ先に考えてた。あんたと離れ離れになるって思ったら、なんだか胸がギュって苦しくなって、いても立ってもいられへんようになったんや。そん時な、うちやっとわかったんや。うちにとってあんたはただの友達やないんやって。あんまり近くにいたからどれだけ大切な存在なのか全然気づいてへんかったんやな、うち。でもそれに気づいた時には、もうあんたとうちの距離あんまりにも近くなりすぎてた。何度も言おうと思ったんやけど言えへんかった。怖かったんや。もし打ち明けてしもたら今の関係も壊れてしまうんやないかって。そのくらいなら友達のままがええんやって自分に言い聞かせてた。でもやっぱり自分の気持ちってごまかせへんみたいや。友達のまんまやったらうち、もうあんたと一緒にいられへん。うち、もっとあんたのこと知りたい。あんたにも、うちのこと、もっと知ってほしい。だってうち、好きなんやもん。あんたのこと、大好きなんやもん。ほんまに、ええの？嬉しい。ずっと不安やったんや。ただの友達やって言われそうな気がして。なんや、恥ずかしいな。そんなにじっと見んといて。なあ、あんたも知ってるやろ、坂の伝説。運命のその日、桜の舞い散る中で愛を誓い合った二人は永遠に結ばれる。ほんまに永遠に結ばれるんかどうかずっと気になってたけど、今はもうどうでもよくなったわ。だって、そん時はうちらが伝説をほんまにすればええんやからな。ありがとな。あんたならきっとそう言うてくれると思ってた。これからもよろしく頼むな。
あんたはうちの最高の相方なんやから。